やっぱり言霊の力がすごいあるんで、気持ちを自分で持っていくっていうのって絶対できるんですよ。ありがとうございますっていう気持ちで一日を始めたらもうずっとハッピーだから、でちょっと嫌なことももうハッピーのうちに入るし。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。2024年1月12日金曜日、出版社ノースビレッジより窪塚洋介の人生攻略本出版になりました。もしもこの現実に人生攻略本のような、ゲームの攻略本のような幸せになるための本があったなら、そういうことを発端にして、そういう思いを言葉にしてこの本に込めました。人との向き合い方、気持ちや言葉の伝え方、この世界でバランスをとって生きていくコツ、自分や人の愛し方、幸せの感じ方など、人生のねヒントを自分なりの言霊の言葉で記しました。皆さんもしよろしければ、ぜひ書店やアマゾンなどオンラインにてご購入ください。6年ぶりになります、新刊ということで、今の我々に必要な、まあ一番言ったら自分にとって必要な言葉ですけれども、それを皆さんとシェアできればなと思って、辰年すごい始まり方しておりますが、どんな時代でもこの本の中に書いてあることっていうのは自分を導いてくれる道しるべになるんじゃないかなと思っております。ぜひご一読ください。まあどこ行ってもやっぱ食らうのは食らう、やっぱカルチャーが違うし文化が違って街並みも違うけど、一個言えんのは、10代の頃とか子供の頃にあったアメリカへの憧れっていうのはもう完全になくなった。19、20、21ぐらい結構マックスだったと思うんだけど、ヨーロッパとか行ってから LA 行ったらもうセットにしか見えなくて、街が嫌いじゃないよ、嫌いじゃないけど、浸水するみたいな、無条件でアメリカだったら好きみたいなことっていうのは、いろんな国を行ってすごく体感として、昨日作った街みたいな感じがして、400年経ったら伝説みたいな、いや私たちもう2000年以上も続いてるんでっていう、日本への憧れだったり、日本への敬意だったり誇りだったり、日本政府はもう見れたもんじゃないし話す気もないんだけど、その日本というそのカルチャーがつなぎ続けてきた、さっきも言った日本語だったり日本食だったりとかもそうなんだけど、っていうものに対してのそのすごい強い憧れみたいなのは時差でものすごい湧いてきてるなとは思います。って言いながらね、こんな格好してますけども、ポロシャツ着ながら言ってますけれども、例えば2時間しか寝れない時に、ああよく寝たっていう、やっぱり言霊の力がすごいあるんで、気持ちを自分で持っていくっていうのって絶対できるんですよ。で、できるようになっていくっていう言い方なのかもしれないけど、その朝、あ今日も目覚めれた嬉しいとか、こう見えてですね、私毎朝神棚の水を変えて龍神祝詞を唱えるっていうルーティンをもうずっとやってるんですけど、もう10年以上もう感謝なんですよね。今日また目覚めれたって、さっきの話じゃないけど、死んでたのにまた生き返れたっていう意味で、また今日が過ごせるっていう意味で、ありがとうございますっていう気持ちで一日を始めたらもうずっとハッピーだから、でちょっと嫌なことももうハッピーのうちに入るし、そういう風にマインドセットしていけると思うんで、なんかつまんねえなと思ったらつまんなくなるし、めんどくせえなと思ったらめんどくさくなるけど、そう思ってしまう気持ちはあるけど、でも楽しもうと思ったら結局楽しんでいけるっていうことがほとんどなんで、俺はね、だからそういう風に思う最初の土台として、今日起きれてありがとうっていうとこから始めるっていうのはもうずっとやってます。毎日どんなに眠いも二日酔いでも神棚までたどり着けなくても気持ちはもう思ってる、畳でこういう状態で寝てても生きてるだけで丸儲けなんで、もうそれだけで素晴らしいんで、それをもう楽しむ以外ねえなっていうか、もったいない。領域展開
皆さん帰りはねもう領域展開しながら帰ってください。最後になっちゃいますけれども、まあ、いろんなことをね今日お話ししました。ザックバランの尻滅裂っていうね僕の得意な喋り方で喋らせていただいたんですけれども、また会いましょう。いい未来で会いましょう。ありがとう。素敵な未来で待ってますっていうよりは一緒に行きましょう。じゃあ今日は本当にありがとうございました。じゃあせっかくなんで一本締めでね最後締めたいと思いますので、皆さんご起立ください。皆さんの健康と、ご多幸をお祈りしまして一本締めでありがとうございます。よっ、ありがとうございました。発売から1週間で重版決定。窪塚洋介の人生攻略本。もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば、向き合い方、付き合い方、愛し方、捉え方、伝え方、バランスの取り方、楽しみ方、幸せの感じ方、大切なことをシンプルに。紆余曲折、上下左右、急転直下あった窪塚洋介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法、窪塚洋介の人生攻略本、全国書店アマゾンにて絶賛発売中。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.